も月卓拓郎は、日本の数学者。学位は博士。京都大学数理解析研究所教授。大阪市立大学理学部助手。京都大学大学院理学研究科助教授。京都大学大学院理学研究科准教授。京都大学数理解析研究所准教授などを、歴任した。長野県出身の数学者であり、微分幾何学や代数幾何学を専攻する。 調和バンドルとツイスターデーカ群の研究などで知られている。微分方程式に関する柏原予想の証明に成功した。2011年には30代にして日本学信賞を受賞した。京都大学大学院理学研究科で学び、大阪市立大学や京都大学に勤務した。1972年、長野県長野高等学校を卒業し、京都大学に進学した。 理学部にて学んでいたが、在学中にトポロジーの本を読み、計算で答えを出す高校までの数学からガラッと変わったと実会している。大学院の理学研究科に飛び入学で進学するため、1994年に理学部を中途大学した。1996年、京都大学の大学院における修士課程を修了した。それに伴い、 修士の学位を取得した。大学院在学中にグロマブ・ウィトン・クラス &A パーターベーション・セオリー・イン・アルジェブレイク・ジオメトリーと題した博士論文を執筆した。1999年、京都大学の大学院における博士課程を修了した。それに伴い、博士の学位を取得した。大学院修了後、大阪市立大学に採用され、1999年に 理学部の助手として着任した。2004年、母校である京都大学に転じ大学院の理学研究科にて助教授に就任した。なお、2007年より職位が助教授から准教授となった。2008年、本部が理学研究科から数理解析研究所となり、そちらでも准教授に就任した。2012年、 京都大学の数理解析研究所にて教授に承認した。その傍ら、他の教育、研究機関でも教弁を取った。オーバーボルファッハ数学研究所においては、サイモンズ客員教授を兼任した。2015年、バーデンビュルテンベルク州、オルテナウ郡オーバーボルファッハにて、専門は数学であり、特に微分期科学や大数期科学といった分野の研究に従事した。 当初、数学の様々な分野に関心を持っており、大阪市立大学に勤務する頃までは研究テーマがなかなか定まらなかった。後に、同知性を主要な研究テーマとし、調和バンドルとツイスターディーカ群の研究などで知られるようになった。幾何と解析の観点から調和バンドルを研究し、代数と解析の観点からツイスターディーカ群の研究に取り組んだ。 柏原正樹が1996年に提唱し、半世紀は解けないと言われていた柏原予想に取り組み、2011年に発表した論文にて柏原予想の証明に成功した。2014年には国際数学者会議にて全体講演を行った。これまでの業績に対し多くの賞が授与されている。2006年にはハーモニックバンドルの全金挙動に対して、 日本数学会より春季賞が授与された。2008年にはツイスター D カ群と反単純変屈層の研究に対して床は朝永奨励賞が授与された。調和バンドルの全勤挙動の研究に対しては2010年3月1日に日本学術振興会より日本学術振興会賞が授与されるとともに同日に 日本学士院からも日本学士院学術奨励賞が授与された。2011年6月20日には、純ツイスター D 科群の研究に対して、日本学士院賞が授与された。2012年には、調和バンドルと純ツイスター D 科群の研究に対して、大阪科学賞が授与されている。2021年には、調和バンドルとツイスター D 科群の研究に対して、 朝日賞が授与されている。数学の魅力について未知の世界への探検に例えて説明している。日本学士院学術奨励賞受賞に際して公表された肖像写真。ありがとうございます。